というわけで今日はですね、スカイガーデンにやってきました。京山ロープウェイがあった、場所なんですけども、もう廃墟の遊園地になってます。で、今日は一応ね、連絡をしまして、この上に飛行機とか、いろいろあるんですけども、ちょっと今日は撮影をしてみようかな。あらかじめちょっとね、ここの、関係の施設に連絡をしまして、写真撮っていいと、動画撮っていいということで入ってきたんですけど、でこの下がですね、池田動物園が、ありまして、昔はこの下にロープウェイの発射地点が、駅がありまして、でそこからこのロープウェイ乗って上まで、行くということなんですけども、こちらが山頂駅ですね。昔、2000年代前半はここは本当にテーマパーク、遊園地でありまして、いろんな乗り物があったわけです。歴史の痕跡みたいなのはここにないですね、残ってないですね。スカイガーデン、3度目ぐらいかな、これで来たの。ちょっと改めて来ました。たまに忘れた頃に、この上にある飛行機が見たいなと思いまして、やってきました。これがそのガーデン当時の滑り台で、その下にトラックのタイヤですかね、タイヤを使った砂場、この滑り台からお子さんがね降りてきて怪我しないようにここに砂を敷き詰めていたということで、このタイヤっていうのもいいですね。トイレありますけど今は使用禁止になってるみたいです。イベント広キッズプラザ行ってみましょう。その奥にもリンゴ、バナナ、置物があります。これも遊具が見えるんですけど、この上レールがありますね。おそらくジェットコースター的なのがこの上で走っていたのかなと思います。見えるかな、ちょっと日差しが強いのであれですけども、ありますね、レールが。今は倒壊の恐れがあったりするので、立ち入り禁止ですけど、このところどころでこの黄色い柵が取れてます。で、この施設なんですけども、なるべく電話で許可をもらった方がいいかなと思います。不法投棄でここにゴミ捨ててくる人がいるらしいんで、そういうのと勘違いされるとちょっとややこしいので、ここに京山の上に飛行機があって、すごい有名というか、珍百景的な感じです。トイレ。女子トイレと男子トイレがあります。今使われてないですね。これ自衛隊の、戦闘機 F104J、今までこれはどういう経緯でここに来たのかっていうのもまだ話してなかったですね。この映画ですね、ロッキード F104J というので、アメリカ軍のジェット戦闘機です。それはもう1960年代後半ですかね。1967年の3月20日に航空自衛隊に引き渡され、第203飛行隊に、配属されたそうですね。そこから、1986年1月8日、第207飛行隊で、退役して、そこからスカイガーデンに置くようになったそうです。で、そこから2007年5月6日に、スカイガーデン、この上の、テーマパークが、廃業して、どうしようかなとなって、そこから、京山ソーラーグリーンパークが開設したんですけども、やはりこういうものは残しておきたいということで、解体せずにずっと残ってるそうです。すごいですね。その当時、最新鋭だったと思います。1967年ですからね。それ以前のジェット戦闘機とかをね、いろいろ確認してもらいたいんですけども、この形状を見ると絶対強いだろうって思うかもしれないです。ここからいろいろね、ファントムとか最新鋭の、戦闘機がどんどん出てきて退役していったわけですけども、これはウルトラマンでも撮影でも使われたと同じ機体だそうですね。すごい丁寧に書かれてます。こういうのって、保存するのに手間がかかったりすると思うんですけど、特にJR の車両とか、こういう場所にいたらね、すぐ腐食したりするんですけども、こういう戦闘機は、思ったほど錆びたり劣化しないですね。もうだいぶ経ってますからね、この1986年から2022年、だから36年ぐらいの月日このままの状態で原型をとどめているということです。めちゃくちゃ迫力が。まあ、ここがちびっこ広場だったんでしょう。で、ここに、まあ、木の椅子があったんですけども、もう今はありません。ちゃったかな。4年前ぐらいはあったんですけども、ないですね。で、このキノコの椅子とかも、もぎ取られてますね。その当時の、先ほど見たジェットコースターの乗り物台がここ置いてあります。綺麗にシートかけて置いてますけど、まだ使う予定あったんでしょうね。いろいろ考えて、再編を考えてたけど、やはり管理が大変だと。だからその当時の、まあ、開園した時は、していた時は、本当にこの辺は、もう草木とかも全然なくて、むしろ芝生が、あってみたいな感じでした。特にこことか本当に芝生でした。で、そこによく公園である遊具あったんですけども、もう今はそのまんま放置されてます。まあこれはこれでね、良かったりするんですけども、いろんな遊具がこのエリアにはありました。まあでも今残ってるのはこれですね。まあでも本当に有名なね、飛行機時代を感じる飛行機。ぜひ皆さん行ってみてください。今日はこんな感じでお届けしました。ありがとうございました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。